はい。えー、どうもこんばんは。ミスチラです。今日はですね、まあ動画のタイトルの通り、ミスチルはビーズを見習った方がいいぜっていう話をしたいと思います。はい。まあね、こういうタイトルでやってるんだけど、ぶっちゃけ言うとね、あの、ビーズ見習う箇所ないよ。うん。いや、あの、全然ないわけじゃないんだけど、あんまりなかった。 うん。あの、まあ、ね、このね、あの、ミスチルはまるを見習った方がいいぜシリーズはね。まあえー、今回で4回目になるんだけど、まあ、今回はミスチルとビーズをね、比べてみて、ミスチルに何が足りないのか。ビーズは持ってるけど、ミスチルには持ってないものみたいなのを比べてみたんだけど、ぶっちゃけ言うとね、ミスチルにないものっていうのは、あの、CD の売り上げ枚数ぐらい。そう。ビーズって日本一 CD を売り上げたバンドなんだよね。で、2番目がミスチル。 なんだけど、もうそれぐらい、ビーズの方がちょっと売り上げが多いっていうだけで、で、かつ、オリジナルアルバムの売り上げの枚数的に言うと、オリジナルはミスチルのが売ってんのよ、実は。なんでビーズが8000万枚近く売ったのかっていうと、まあその、シングルでのミリオンの数も多いんだけど、まあね、何よりも、ベスト版をめっちゃ売ってるわけ。ミスチルって、ベスト版って今現在だ、 現在4枚しか出してないじゃないですか。まあ、4枚とも全部ミリオンなんだけど、ビーズって、なんかベスト版みたいなものを、結構たくさん出してるんだよね。で、それで売り上げをかさ増ししてる、もう、あの、卑劣なバンドなわけ。だから、まあ、そういう意味でおいては、その、何て言うんだろう。ミリオンヒミリオンを、あの、オリジナルで、えー、達成したアルバムは、ミスチルの方が、えー、長いんだよね。その、期間で言うと。もうあの、ミスチルって、2000、 9年じゃなくて、2008年のスーパーマーケットファンタジーまでずっとミリオンだったんだけど、ビーズはもうミリオンがね、2000年ぐらいで終わっちゃったのよ。もうそれ以降のアルバムは、あの、もう50万枚もいかないとかいうのもあったりとか、まあミリオンはもちろんいってなくて、まあそんな感じで、まあビーズはね、ぶっちゃけ言うとね、その、売り上げ枚数はね、ベスト版で重なししてんだよ。そう、本当に卑怯なバンドなんですよ。まあそれから置いといて、だから売り上げ枚数ぐらいかな。でね、 ビーズとミスチルって似てるんだよ。ライブも、なんか、セットリストが、すごいなんか、マニアックじゃない。まあ、たまにね、ビーズってなんか、ショーケースっつって、あの、いつもは、あの、いつものツアーはライブジムって言うんだけど、あの、ショーケースっつってなんかね、結構あの、地方を回ったりとか、そういうことがあって、そういう時は結構、マニアックに、えー、セットリストがな、なるんだけど、なる傾向にあるんだけど、まあ、 普通の、その、アルバムのライブツアーみたいな時は、基本的にそのアルバムから中心にやって、で、ちょいちょいなんか、いつもやるような曲をばっかりやるわけよ。だから、そんなにね、なんか、セットリストの構成的に言うと、ミスチルとビーズってあんま変わんないんだよね。うん。だから、そう、なんか、ライブの満足度で言うと、ちょっとね、微妙なんだよね。ミスチルとビーズって。だから、なんか見習って、 見らった方がいい点っていうと、まあ、結構その、ビーズってね、いろいろ出してるのよ。CD とか、なんか、あの、前回言ったかもしんないけど、その,、C、あの、シングル CD のリマスター版みたいなのも、2017年にね、そう、ミッシュがちょうど、あの3、25周年のサンクスギビングの時に、ビーズが何十周年でもないのに、なんか、シングルのリマスター版出したのよ。ボックスセットみたいなの言ってね。そう。 まあそういうのはミスチルやらないし、あとまあ結構ね、あの、ライブは結構、なんていうんだろう、たまにその、あの、ショーケースっていうのがたまに、本当たまに、あの、DVD とかで、ね、出たりとか、するかな。あとは、あの、まあ、ライブの話だと、あの、ビーズって、あの、ホールツアー回るんで、じゃ地方とか、あんまり来ないような地方とか、 結構来てくれることがあったりとか、そう、ミスチルってさ、ホールツアーほとんどやんないじゃん。虹とか光のアトリエでさ、もう、ほんと、久々というか、そう、もうめったにやらないホールツアーを、結構ビーズは結構やるんだよ。最近はあんまりやらなくなったんだけど、結構ね、前まではずっとホールツアーやってて、で、まあね、これはもうミスチルファンはしてると思うけど、稲葉さんとの対談とか、 まあ、ラジオとかで聞いたことある人多いと思うんだけど、まあ、稲葉さんが、桜井さんにちょっと、ミスチルってあんまホールツアーやんないよねって、やってみたらみたいな感じで言われて、提案されて、あの、臨時ツアーとか光のアトリエツアーやりだしたっていうのがあるから、そう。まあ、ある意味ね、そこら辺は見習ってほしいから、なんかね、地方あんまり回んないよね、ミスチルって。もう、アリーナツアーが基本。で、もうドームツアー、スタジアムツアーが基本だから、大きい会場でしかやんないじゃないですか、ミスチルって。 うん。まあ、そこはちょっとね、ビーズ見習ってほしいね。なんか、あまり来ない地方とか。特に熊本、僕のね、僕、熊本出身なんだけど、ミスチル熊本ほとんど来な、来ないんですよ。まあ、サンクスギビングで、まあ、収録されましたけど、そう、あれ2回目なんだよね。ミスチルが熊本に来たの。そのツアーでね。そう、もう、ね、センスインザフィールドツアーと、あとそのサンクスギビングでしか来てなくて。で、大抵熊本来る時って1日だけの公演の、 ことが多いから、全然来ないんですよ。あのね、it's a wonderful world だっけなあの、dear wonderful world ツアーかなあの、結局あの、ミスチルのあの、桜屋さんがさ、脳、脳の,の,のさ、あの、病気で入院しちゃったりで、まあ、あの、結局、全部キャンセルになって、あの、開催されなかった dear wonderful ツアーみたいなやつが、ホールツアーをね、そう、10周年記念で回ろうみたいなのがあったんだよね。で、そのね、なんかチケット見てみたいなね。 チケット見てなんか、どこでやってんのかな会場と思って調べてみたら、熊本やってないのよ。そう。熊本以外の九州の県は、やってんのに、なぜか、ね、大都会熊本をね、なんか、すごい、ハブるっていう。そう。あの、その、ディアワンダクルワールドツアーっていう、その、ホールツアーでも、熊本はやんないの。っていうぐらい、でもね、もう、我が国を、え大都会熊本はね、めちゃくちゃ、なんか、敷いたげられてるわけですよ。うん。まあ、そんな感じで、 いやー、まあ、そこら辺はちょっと、見習ってほしいですね。その、地方を回ったりとか、そう、ホールツアーとかね。まあ、ちょっと今のね、コロナ禍はちょっと厳しいけど、うん、もっとね、やってほしいよね。うん。まあ、そんな感じで。はい。えー、っと、ちょっとブルーベリーついてるな。うん。ちょっと気になっちゃった。うん。まあ、それはどうでもよくて。あと、見習った方がいい点で言うと、まあ、ライブのそのセットリストのマンネリ具合は、まあ、似てるからいいんだけど、あとね、アナログ版だね。 そうビーズはね30周年記念の時にアナログ版出したんですよだからビーズも出したならねえミスチルも出せよって思いますよねうんそんな感じでね、まあ、なかなか出ないんだけど、まあ、そんな感じでまあねビーズ結構見,見習った方がいい点ありますねまあ結構似てるバンドなんですよビーズとミスチルってうんあのー、まあそんな感じでいやー以上かなはい今日はねビーズとミスチルを比べてみたっていうねコーナーでしたはい まあね、お風呂が沸いたんだけど、はい。それはどうでもよくて、いや話すことはもう終わったんだけど、まあ8分近くまでね、話しますね。はい。まあね、あの YouTube で8分近くま8分話すと、まあ広告が2個つくんでね。はい。まあ8分までちょっと引っ張ります。はい。まあ、ね、もう本題終わったんで、うん。本題終わったんで、もう動画切ってもいいですよ。もうここからはもうね、軽い雑談をね、あの残りの8分までやるっていうだけなんで、うん。ちょっと喉渇いたな。